から気持ち楽ですよ。まあ、1本目もちょっと、ね、2本目も、ね、落ち着いて皆さん見てくれてるだけでいいね。よろしくお願いします。ちょっとちょっとちょっと、何どうしたのそんな顔して。あー悩んでんだ。いや、悩みがあるなら言ってみ。ちょっと特に悩んでる。顔に書いてあるから悩んでるって。ちょっとわかんない、ね、朝とか起きれんの朝起きの得意だって。いや、まあまあ、その朝起きるのは苦手な方ではあるけど、小せぇ悩みだな。何これ。えどうでもいい。えこの広い世界でお前が朝起きれない、どうでもいい。今何起きてますこれ。そんなことで経済が動くは？ニューヨークに雨が降る？降るんじゃない。え、ちょっと変だよお前、さっきからおかしいよなんか。俺？うん、俺うっかり殺しちゃうところだったもん。やっぱ俺が変わったって気づいちゃった。てか気づかざるを得なかったな。もうやっぱ旅って人を変えるって言うからな。どっか行ってきたの？うん、まあこの有り余る時間、うん、無駄に使うのもったいないじゃん、うん、ちょうど昨日の夜、うん、山手線一周の旅から帰ってきた。おかえり。ただいま、うん。まあでもね、思い切って決断してよかったわ、うん、俺の中で人生観がらりと変わったもん。多分改札通る前と変わってないと思う。さっきまで普通だったじゃん。これさっき思い出したの。死ぬまで忘れててほしかったな。あれ今昼、あの山手線時差1秒もないよ。なんでその山手線一周したぐらいで世界一周したみたいに乗り出してる。懐かしい。あったあった、俺にもそういう時代。浜松町の空を見てないやつはみんなそういう。浜松町の空、浜松町の空は高いよ。俺多分浜松町の空見ても眉一つ動かさないと思う。君自分の殻破れないタイプ。浜松町で破るタイプではないな。君のそういう考え方人生損してる。うわ、少なくとも君みたいな考え方、うん、日暮里では通用しない。そうなの？日暮里の人間は今日を生きるのに必死だから。お前日暮里の人たち炊き出しできてると思ってる。機内服があったら送ってあげて。誰宛てに？ちょっとお前変だよやっぱり。え？うん。そのちょっと調子こいてるというか、なんかそのさ腹立つ、どうした？ん？なんか、どうした？びっくりしたけど。悩んでんの？悩んでないの？なんかめちゃめちゃ見てたから、なんか誰かと話してるのかな。だからその腹立つ口調以外でさ、山手線一周して変わったとこあんの？まあ、代々木の大自然に触れて。代々木公園だろ、それ。誰でも入れるの、そこ。こっからは未来の話なんだけど。急に何？まだ現在がまるで片付いてないんだけど。俺は山手線一周した経験を生かしてね、うん、俺はいろんなもん見て、うん、いろんなこと聞いて、うん、自分の小ささとか、無力さとか、そういうことに気づけたの。どうして？そしたら周りの人間は聞いてくる。畑中さんは山手線一周の旅を経て、一体何を得たんですか？まあ、当然の疑問だよな。そしたら俺、こう答える、うん。得たものは何もない。でも、いらないもん全部捨ててこれた。なんで響くんだろうなぁ。不思議だな、これは。もう全部捨てた。あ、損得感情とか、はいはい、周りの目を気にする自分とか、うん、なるほどね、温められなかった電子レンジとか、そう、不法投棄だもん。拾ってこい、早く。西高島平に捨てた。山手線外れてんじゃん。お前乗り換えてまでゴミ捨てに行ってんじゃねえかよ。ね、俺この経験生かして、うん、会社を起こそうと思って。そんなバカな。え、何の会社？で、この会社が成功した後のことも考えてる。え、何の会社？俺が資金を援助してね、もっともっと、もっともっと未来の子供たちに俺と同じ経験をしてほしいのよ。なんだそのうんこプロジェクトは。お前、お前電車に乗ってゴミ捨てにいただけだからな。明日は三田線往復の旅に出ようと。いや、好きにして。一体目指します。